テオフィル・イザイは、ベルギーの作曲家、ピアニストである。バイオリニスト、指揮者のウジェーヌ・イザイは2位。ベルビエの生まれ。テオは、リエージュ王立音楽院で音楽の勉強を開始し、兄のウジェーヌの勧めに従い、ベルリンに赴いて、さらに勉学に励んだ。1885年、パリを訪れたテオは、フランク・一派への仲間入りを果たすが、 同時にドビュッシーの印象主義に代表されるような新しい美の運動にも協力的であった。テオはブルッセルにおいてフランスの音楽家たちによる新しい学派の作品を普及させるのに一役買った。1894年、テオは兄と共にブルッセルで市民に対して幅広く音楽と造形美術に接する機会を提供していた自由美学店との提携を結んだ。 テオは、ピアニストとして、また、コレペティートルとしてその才能を発揮した。テオは、優れたピアニストであったものの、病弱であったため兄のように目覚ましいキャリアを重ねることができなかった。その一方、ジュネーブ音楽院の教授としてその力量を発揮した。テオは1918年、フランスのニースに没した。これは、ドビュッシーの死の2日前のことであった。テオは、 比較的多作家であったものの、その作品の多くは全く演奏されないことは、もちろん一度も出版されていない。テオの作品番号13、14と15は、ニューヨークのジー・シュイルマーから出版された。他には、公共曲、ピアノ競争曲、公共詩、室内楽曲、そしてレクイエムなどの作品がある。テオは、当初、フランクの様式を継承していたが、後に、 印象主義からの影響が明らかな作風へと転向していった。ありがとうございます。